皆さんこんばんは、ムクエナです。と DK のピーピーマンです。 DK カップです。 DK のアップルです。イエーイ、よろしくお願いします。久しぶりに挨拶見た。そうだ、最近してなかったんだよ。そうだよね。はい、ということで今日は PK となんと2年ぶりのコラボらしいです。やばーい、会いたかった。ちょっともう酔ってる。今回は、まあ、さっきちょっと PK の方でね、もう爆食取ってきたんですけど、はい、まあ、食べた後は、まあ、飲んだ方がいいよねっていうことで、はしご酒。うわ、いいね。ちょっとうちらはしご酒やったことないんだけど、まあ、せっかくなら大人数が楽しいんじゃないかなっていうことで、まあ、PK とコラボで、まあ、やっぱちょっとしっぽり、うわ、なんかいいね、語っちゃおうかなと思って。なんかさ、そういうのできるのもさ、なんか本当に嬉しくない？あれだって多分コロナ禍だったよね。そうそう、ちょっと、うん、まだマスクとかしてたしてたしてた、やばい。はい、ということでもうお店の近くにいるので早速1店舗目から入っていきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあ1店舗目から行っていきたいと思います。お願いします。レッツゴー、レッツゴー。こう今の行こうまで入れようということで1軒目に到着しました。伊勢路さんっていうお店に来させていただきました、はい、うちらお酒頼んだので乾杯したいと思います。乾杯、せーの、乾杯。うまっ。ちょっと適当に料理も頼んだので来たら食べたいと思います当たり前。はい、お召し上がりです。はい、ありがとうございます。え、みんなさ、居酒屋で絶対頼むメニュー決めよう。今決まってる？決まってる。え、なんだろう、ある。私から、はい、ラジオ梅水晶。うん、そうだね。マスト。梅好きなの？梅大好き。怖い、今食い気味で梅大好き。食い気味だったな。マジで梅好きすぎて、うん、うちはホワイトポテト。え、そうだね、同じ。ね、いいよね。一番うまくない？で、今お腹いっぱいだから頼んでないんだけど、うん、絶対頼む。絶対頼む。なんなら2回ぐらい食べる。だからね、頼んでないと心配になるもんね、何か。そうなの？え、今日ホワイトは大丈夫みたいな。何？気になる。あ、俺？馬刺し。絶対馬刺し、もう大好き。好きなんだ。うん、あんまなくない？だからもうある居酒屋。ガチ？絶対なんだ。メニューにあるとこ確認していくかも。マジで？カッパってマジ海鮮とかその馬刺しとか、なんかちょっと加熱されてないようなものが好きで。一緒一緒。マジユッケとか好きだよ。ユッケ大好き。うん。何これ？初めて見たんだけど。ムクエナじゃない、ムクエナ。本当だよ、ムクエナじゃん。ムクエナ、ムクエナエンドウ豆シリーズ。3年はさすがにすごい。3年やばいよ。2人がミクチャから本当に前からやってるからさ、うん、うちらもともとピーカップアップルっていう名前でアカウントやってた。やってたね。そっからまあ普通にちょっと長いよねとかになって PK になったんだけど、それぞれやっぱおかしい名前だから伝えたいとか言ってきたの、この間。え、最近きっかけがあって、うん、ティーフェンシーンとかでフィッティングとかリハーサルの時にカッパさん、アップルさん、もうやだ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 、ステージやる時もさ、モニターにさ、カッパ過去 PK、 アップル過去 PK、 UP マン過去 PK、 3人並んでんだよね。なんか超さ、有名だったらいいけどさ、まあ、なんかこいつら、誰やねんっていう。いやいやいや、果物天才やるやつだ。4日いるし、ね、電話に関してはカッパはね、どうせめてさ、ちゃんとかつけてくれたら、まあ、確かに可愛らしいがあるけど、でもうちもいつの間にかエナピっていう芸名になってて、なんかそうなの、ムクとエナピっていう人、陽気なうちだけ陽気な名前で歩いてるの。みんなにエナピなんだ芸名って言われて、うちも知らない。本当にそれで買いたくなったよね。でも羨ましいけどね。わかる。うちらは逆に憧れるくない、うん、本当に言ってる、うん、ガチ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 。いやいや、本名がよくない？いやいやいや、なんかいいじゃん、そのインフルエンサーって感じがしてさ、あ、まあ、インフルエンサー、うちも芸名つけたかった時期あるもん、うん、え、だよね。でしかもさ、自分のことバレてるかなみたいなところでさ、なんか身分証出してくださいとか言われた時マジ言われたわけよ。 あ、これでバレたなみたいな名前で、病院とかも結構気まずかったりもする。だからいいよね。え、なんかうちら芸能人みたい。嬉しいな。確かに嬉しいして。で、あの、ご自身の芸名が、あ、UP おパンツです。別にボケなくてよかったんだけど、今 UP マンだけでだいぶおもろかったって。あ、すいません、また無声の発見。あ、でもちょっと距離感悪い。え、ちょっとね、距離感シビアかな、ね、かちょっとシビアだ、シビアな時間、ね、大丈夫だよ、まあ、近づけてあげるから。気持ち悪い。誰？あのさ、アップル進んでないよね、竹。こっちはもう半分かなみたいな。わかる、うちも。てか普通に喉乾いてる、うん、そうなんだよね、うん、エナビのグラスだけなんかちっちゃくない？ちっちゃい。どこが？ほんとなぁ。乾杯。え、すごいかわいい。かわいいかも。かわいくない？グラスの大きささえ比べようとかで乾杯。え、みんな今の使ったらよくない？え、なんかグラス違くない？
え、なんか比べた方がよくない？やったえ、ちょっと聞きたいことあって、俺ちょ本当に最近恋愛トークの MC のトップ狙おうと思ってて、どこでも恋愛トークを回してるんですけど、これはまあユキとはもう結構大討論、ムクともしたんだけど、究極の二択で恋人が誰にでも優しい、かっこ彼女の自分ともう全く同じ優しさを誰にでもするっていう誰にでも優しいか、自分以外には本当に優しくない、本当自分だけに優しい、どっちの彼氏がいいですかっていう。彼氏がでしょ、うん、自分と同じ距離感でしょ。え、そうだよ。だから自分が例えば今お酒飲んでますけど、まあ、みんな飲み会で酔って潰れちゃいました、普通彼女だったら送るじゃないですか、うん、家まで。それを他の女の子にもするっていうこと、誰にでも優しいってこと。はい、決まりました絶対分かったこの人の選んだ方。じゃあ誰にでも優しいの人は右手を挙げてください、で自分だけに優しい派の人は左手を挙げてください。せーの、はい。その回に付き合ってない、付き合いほんと3日前みたいな。3日前。まあでも好きなのはもうお互い分かってるよねみたいな。でもみんなには内緒ねみたいな、その一緒にいる人内緒で、で好きならそのビリーにいいとこ見せたかったって言われたの。あー、なるほどね。でも私からしたらそんな混乱して倒れてる女をベッドに寝かせるっていうのはちょっとなしじゃん。なしなしだね、めっちゃなし。だからなし、嫉妬させたかったとかもあるのかな。ありそう。気持ち悪いよねこの子もう本当にもう強く出ちゃうからうちすぐ、うんうん、でもキモくね普通に。マジキモかった。狂わせたどけでさ、なんかさ早い対処うちだよりもするスキル持ってない、ね、これをまあ6人とか7人ぐらいでやった時にも2、1とかでこっちが少なかったよね、うん、みんな誰にでも優しい派で、なんならエナピも誰でも優しい派だったのよ最初。最初はね、そうなんだ。でも自分が話してるの聞いてこっち派になってたから、うん、あ、そうなんだ。結構多いんだけど向こう派も、向こう派の意見としては例えばじゃあ2人だったら自分の彼氏をアポに合わせた時、自分の彼氏をカッパに合わせた時にその自分の友達にすら優しさを見せないっていうのが嫌だみたいな。仲いい人とか大好きな人同士は仲良く会ってほしいっていうか、それはめっちゃわかるけどね、なんかそこに対しての優しさないのが嫌だみたいな。周りの人からお前の彼氏やばいって思われたくないとか、うん、まあ、そういうのも、まあ、そう考えたらそうかも。でもうちは例えばね、じゃあうちの彼氏とムクと3人でいます、なんかスーパーに行って買い物に行きました、うん、ムクが重い荷物を持ってたとしたら、あのうちの彼氏は絶対にそれを持ってあげようかとか言ってほしくないのね。あ、わかるよ。言ってほしくない、ムクには。ムクが持ってても、うん、あ、そうなの。え、そこでなんか別に女の扱いしなくてよくない、うち以外の女の子。え、わかる、それめっちゃわかる。え、だったらうちが持つから、うちが持つから持つから、それを経由してから、え、なんか重そうじゃないって言って持つでいいって感じ、うちからしたら。なるほどね。経由はいいんだ。そう、経由はいい。だってそれはもううちの荷物だから。でもこういう時にその友達のを持ってあげてほしいっていう人もいるのよ。自分の友達だからその友達にも優しくしてほしい。でもうちからしたらなんかそこと一緒にしちゃったらさ、うち彼女なんだけどってか思っちゃうわけ。普通にバカ女だから普通にただのメンヘラバカ女だからお前はうちだけのを持ってればいいだろって思うわけ。で、普通に妄想みたいな。今バウンスしてるからね。ワンワンワン。やったことない。昭和の昭和みたい。ビヨンビヨンっていう効果を持ってる。じゃあはいはい。もう一個トークテーマあるんですけど、お願いします。自分が、まあ、好きな人がいます。でまだ付き合ってはないんですけれども、もう脈ありだよ。来ていいよっていう時の合図持ってますか、なんか。え、自分が？自分が。例えばもう電話は誰とでもするわけじゃないから、私は電話をする人はもう結構脈ありだよってとあるとか、逆にこうやって言って追ってもらうように、なんかこの一言を言うことで脈ありなの見せてるよとか、なんかそういうのをください。はいはい、どうぞ。昔言った言葉で、ね、うん、一緒にいたら疲れが取れるから仕事終わりに会いたいとか。ビヨーン。ダメだろ。いやいや、じゃなくてそこ
まで言えないうち。でも結構もうそれ向こうは気づくよね、好きって。なんか口で言うってよりかは何かバイバイした後とか。なるほどね、かわいよ。確かに LINE の方がまだ言いやすい感じあるかも、うん、そう。会えて今日楽しかったよみたいな感じのテンションで、また仕事終わりとか会いたいみたいな。そう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 、そういう感じ、そういう感じ。仕事終わり、てかうまそう、カッパちゃん。そういう行為を見せる行為が、うちもうね、好きバレなんだよね、ほぼ。駆け引きがね、苦手なの、うん、すごい。あ、でもさ、スキバレもさ、うまいやん。そのうちだったら本当にもうそこまでやったら男がなんか引いて逃げちゃうの。そのなんか余裕感じて逃げ。なんか人間の人生じゃない。お前いい加減しろ。いや、転落人生って言ったのに。そこまで言ってないよ。言ってないね。だから今のはなんか可愛く、ね、しかも向こうもえ。じゃあまた誘っていいのかなとかいうぐらいのちょうどいいスキバレだと思うんだけど、うんうんうん、うちはなんか向こうが追いかけられすぎてるって感じちゃうぐらいのスキバレしちゃうから、行き過ぎちゃう。そう、行き過ぎちゃうの。ゼロ100だ。で、あ、じゃあ抑えようって思ったら普通に友達としか思ってないと思ってたって言われちゃう。うわー、だめっちゃ下手やね、スキバレの方法。下手なんだ。だからこういうトークをすることで一応学んでる。まあ、今これ普通に YouTube のためにやってると思ってんじゃん。普通に自分のプライベートのために勉強してる。そう、エナピは多分考えすぎちゃうんだよ、その段階の中で。マジそうね、考えすぎて考えすぎて、多分結局全体的に見た時に素直じゃない気がする。確かに。ほんまにそう。ビヨーン。何回ビヨーンすんの。だから何？なんか普通に言っちゃうかもじゃん。普通に言っちゃう。ママピケイモンガー。なんで聞いちゃねえの。うちら頭おかしいだから。ママピケイモンガー。目玉目見て。おかしい。何やっぱは私は、うん、好きになっちゃったかもしれないとか、好きになっちゃうかもしれない。うまいんですよ。でもでもなっちゃうかもしれないとかで、もし向こうがえまだ好きじゃなかったのって言ったら、なんかそこはごまかしてえみたいな。え、相手も作詞やない。告白じゃない。わかるわかる。そもそもよく言えないんだけど、それ。え、逆にどこまで言えない。えなっぴはじゃあ何も言わない。言わない。え、うちからしたらもう LINE をしてることがでかいのね。そう、私が例えば LINE を続けようとしてる意思とか、うん、もうその時点で結構もう好きやね。なるほどね。そう、でも他の人からしたらそれって別に普通っていうか、それだけじゃそう伝わんないじゃん。そうだから、うちの精一杯は結構それなんだけど。え、じゃあもう電話するなんてビッグイベント。ビッグイベント。えだってさ、今もさ、じゃあ好きになっちゃうかもなんてうちが言ったらさ、もう食べられちゃいそうで怖くない。そんなことない。うちが好きになっちゃうかもって言ったらさ、めっちゃ怖ない。まあでもていうか、まあ言わなそうだからガチ感強い。だって食べられちゃう、エナピが食べちゃうってこと。そう、なんか食べられそうって怖くない。普通になんかみんな怖くて逃げちゃうんじゃないか。そんなことないよ。アホとかカッパがいいな、好きになっちゃうかもって感じで、うちもえみたいな、ドキって周りもすると思うんだけど、うちが言ったら好きになっちゃうかもってなっちゃうくない。関わり方よ、最初の。最初からこの2人は多分もう友達には行かないよね、きっと。友達にはならないでしょ、その男の子と。うん、確かに。最初からでも恋愛としてが多いかもしれない。うん、だからさ、友達から行っちゃうと、こう急に食べちゃう感じになっちゃうんだよね。最初からそうだ、ね、女の子のエナピーとして行ったら、全然。でも、めんどくさいのが、こういう友達いる時の自分を見せてないと、好きになれないのうち。あー、わかる。例えば、最初から女の子として出会った相手のことは好きにならないのよ。自分が素を出してないみたいな感覚になるから、なんか自分の素を知らない相手に好かれたとてって思っちゃって、その人は恋愛対象に入らないっていうか、まあ、だからこういう大人数からの出会いで好きになる方が多いのもあるのね。自分マジでふざけ倒してるのを好き人と一緒にいてもやる。すいません、無形の発見しました。ごめんなさい。カッパがどうしても言いたくなっちゃってたから。距離が近いよ。距離近い。仲直りした。仲直りしたんだ。ふざけてる自分を知ってくれてないと、そう、多分びっくりさせちゃうよね。だからもうエナピーは来てもらうしかない。うん、もう正直これ全部聞いて思ったけど、うん、ちょっとファンじゃないともう無理かも。ちょっとファン、エナピーのもうファンじゃないと無理かも。やばくない。でもそれがめっちゃ幸せだと思う、結局。確かに。だって自分の今の姿を肯定してくれて。確かに。でもキャラクターも知ってるもんね。知ってる、知ってる。動画とさ、プライベートで変えてる家系 YouTuber じゃない、うん、本当に逆にプライベート密着型 YouTuber だからこそ、うん、多分それを愛してくれるファンの人とかがいたら。だってさ、この動画を見ても好きって言ってくれる人ってことでしょ、要は、うん、ファンってことは。はい、今日エナピの理想の彼氏、はい、見つけました。はい、はい、ファン。
怖すぎやって。怖い怖い。動画でさ、堂々と、はい、理想の彼氏ファンファン、怖すぎだって。確かにね、アップルに学ぶこととかは、いや、わかる。ちょっとあって、こうやって笑うんだよ、こうで、え、メリちょっと、こうでもこう、最悪、喉仏も出そう。終わり。ないのに。この人さ、ナチュラルにさ、全然意識してなかったけど、最近自分の動画ちゃんと見返したら、本当にこうやって笑ってて、すごいこいつと。それはさ、なんか意識してるの？それとも自然と強制見られたくないからかも。あ、普通に他の理由でこうなってんの、必然的に。え、今日のさ、ムクがさ、やっぱ可愛いって思った瞬間やって。何？ PK の撮影撮る前に座り位置どうするみたいな話になって、で、うちとムク隣にいて、これどうするんだろうみたいな感じになったの。と思ってムクの顔見たら、こうやって下口に立ってた。見た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 、かわいすぎるって思った。またざといて無意識。え、どういうこと？カッパちゃんを見てやってた。そう、目が合った時にやってない。あ、ムクはやってます。目をクイッとしてやってます。ムクはこれはちょっとやる女だなって思った。いや、ムクさ、JP のはしご酒見た。もう見たよ。あざとすぎて。かわいい。でもさ、ナチュでしょ、それは。ナチュ。え、それどういうこと？そういう女パトロールを今まで15年間ぐらいしてるから、もうそういう女には一回事情聴取はしようから一回してほしいんだけど、もう酔ったらその自分が気づいたらそういう行為をしてるのか、こういう行為ですか？そんな行為とか言ったら、わかる、なんかいやらしいみたいな人たちが、そういう別に多分自分は意識してないけど、普通に世間から見たらあざといって呼ばれるようなことになるのか、もう普通に意識してなくてもそうでなってたんですよ。繰り返してるやん。意識してるかしてないか。そうしてないかね。いや、マジでしてないんですよ。いや、いるよね。はい。うわ、そうだよって思うわけ。ああ、うん、なるほどね。あんたのかも、あんたも捕まった。え、マジで意識してないかも。それは何？普通に前からそうなのか、インフルエンサーで活動を始めてからそうだったのか。あ、ノーノーノー。もう前から。前から。ええ。でも、見ててイライラしないの。わかる。全然。それは嬉しいけど。マジで。癒しだよね。そうなんだ。上品。上品なの。わかる。だからそれがいいの。うん、でも多分ピーマンとかは考えすぎてるんだよ。お前が言うなよ。違う違う違う、だから1個の上目遣いとかでも、あ、今上目遣いになっちゃってるなって思うタイプやん、自分がやってったら。そう、自分が多分計算してやる立場だからこそ、なんかそういうのを見たら今やったねーって思っちゃう。だからムクの名言は、可愛さを出すことをためらわない。だから可愛さを出してることは分かってるんだけど、別にそれが出してますと思ってやってるわけじゃなくて、もう解放って感じなの。やってるわけじゃなくて、ここにある可愛いを解放しただけで、ピーマンはそれをなんか解放しちゃいけないと思ってるんじゃない。いや、まあそういう次元の話じゃないの。なんでやねん。もうええやん、今ので。それでええやん。あー、ちょっとこだわりがあるみたい。ごめんね、最近結構モテてて。モテるってその恋愛的な意味じゃなくても、なんか友達としてもすごい誘われること多くなったりとか、なんかしょうもない LINE をされたりとかするようになった。なんで？わかんないの。これなんか運気が関係あるのか、なんか自分の何かの関係あるのかわかんないけど。え、なんか変わった？見てて、ユピね、だから聞きたいなと思って、まあ、お近くの皆さんに。でも本人自体がめっちゃ変わってるっていうことはないけど、そういうターンが来たんじゃない？あー、やっぱ運気的な。うん。え、ちょっと可愛くなったもん。それ今言ってなかったんだから、うちも。あえて。愛嬌はなんかすごい出たなって最近。っていうか、ユピの良さにみんなやっと気づき始めたんだよ。みんな遅い、うちからしたら。わかる。うん、遅いよ、みんな。やっとかって感じ。本当遅い。なんか遅えよ時代って感じ。かっけ。え、じゃあ今年やばいかもね、ユピ。うん、今日ユピやばいと思う。なんかあったらじゃあまたお願いしますよ。しに行こう。あの、頼まろうって飲まないのに、ムクチとか言って聞いてとか言って。多めよ。ということで、はしご酒とか言っといて盛り上がりすぎてもう時間なくなっちゃって1軒目でおしまいなんですけど、これは動画をまたいてはしごっていうのもありなので、まあ次回2軒目みたいなパターンもあるかもしれないので、あのぜひまた私たちのコラボやったら見てください。 PK の方で撮った爆食の動画も概要欄に貼っておくのでチェックお願いします。そしてチャンネル登録も、どっちのチャンネルもぜひよろしくお願いします。この動画が本当におもろいなと思った人はチャンネル登録、高評価、コメント無断掲載よろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。バイバーイ。おやすみ。